どうも、こんばんは、ヤナメです。今回は東京ぐるりインボーク、今週もメンテが明けまして、僕まあ仕事だったんでわかんないんですけど、メンテ延長してたらしいですね。俺もそのメンテ延長、なんだ、メンテ明け悪しろよっていう感覚をね、久しぶりに味わいたいんですが、僕いかんせん社畜なんでね、なかなかその感覚を味わえない。あ、懐かしい、あの学生の頃、なかなかメンテが開けなくてもどかしい感覚。まあいいだろう、やっていきましょう。今週からジャックのイベントが来てますね。じゃあまずガシャの方から行きたいんですけども、出ましたね、若き日の天才捜査官グルカルの方で、なんていう名前だったかちょっと忘れたんですけどね、こいつあれですね、かなり猛威を振るっていたと。初期の方の捜査官ではなんで、連続ガシャが最後のステップまで行けば、必ず有馬だということなんですが、この有馬は確かね、多分、あ、やっぱついてるね、このグループ。ジャックの回避率 10% アップってことは、なんかこれ第2弾、第3は知らんけど、第2弾来るんでしょ。ってことは、多分第2弾、2弾でね、フラーは来るかどうかわかんないけど、多分ランタン、南来るでしょう、多分。多分来ることになると思うから、多分それを引かないとね、まあ、ジャックの本領発揮とはいかないと思うんで、まあとりあえずスキル見るか。まあこいつは、なかなかこいつで強いの作ろうと思ったら難しいんじゃないだろうか。でもなんか今見た感じ、グールに対して、あ、でもグールに対してだけか。グールに対して、何？チーム全員グールに対してアタック120、ブレイク120アップっていうことなんでね、まあ、うん。まあ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 って感じなのかな。別にその劇的に強いってわけじゃないんじゃないだろうか。かなり回避しますねこいつ。ちょっとキャラ詳細、雪村の間合いだ。アタック 300% ダメ、おお、なるほどね。ブレイクの方も 300% ダメ、スキブで両方が600になるのかな。両方なるのかな、ブレイクだけじゃないよね。一旦味方ひだめ10万カット。あ、まあ強いじゃん。ブレイク中無効か。なるほど。まあまあ、まあそうだよね。いいんじゃないですか。ちょっと 3D キャラも見ていこうか。ガシャ引く前にこうやって前置きが長いのね。なんかちょっと体のバランスおかしいような気がするな。めっちゃ揺れてるけど。まあいいや。こうやってガシャ引く前にね、引き伸ばしていく。どうしようかな。30で引けるからさ、これ普通に連続引くでしょ、こんなんだってね。あ、連続引いていきましょう。30なんでね。まあ、最初のワンステップ出るなんて思ってないし、このワンステップしか多分回しませんよ。しっかり演出を見て、尺を伸ばしていく。これなんだ？これ SR か？あ、SSR か。もう演出すら忘れるっていうね。ああ、最近見分けつかなくなってきたな。赤にしてくんねえかな。お、捜査官じゃん。これさては、こういう時絶対ピックアップ引くからな、俺。これさては、来たんじゃないこれ。ほれ見ろ。こういう時、こういう時絶対ピックアップ引くんだよ。ふぅ！ということで、謎めいた転校生、SSR 有馬騎乗、ジャックの有馬ですね。引くことができました。これ、あれじゃないか。第2弾、来るよね。え、来るでしょ。第2弾も、狙っていくしかないんじゃないでしょうか。というわけで、お疲れ様でした。今回無事ピックアップのジャックアニメ引けたということで、また次回の実況動画でお会いしましょう。